はい、続いていきます。もふもふ率 90% のすすめ、すずめさんからいただきました。ありがとうございます。ベッドの下に隠しておいたエロ本がなぜかゴミ箱に捨ててあったこと、それに関しては何も問わず指摘もせず数十年が経っていること。これさ、送ってくれた人さ、他にもいてさ、シセノサトさんって方はさ、朝母親の叫び声で目が覚めると自分の枕元に読みながら寝落ちしたエッチな本があったとか言って、こう多かった。なんで悲鳴あげるんだろう。私だったら一緒に読んじゃうかもな、自分の息子がこんなの読んでたら。一緒に読んじゃうな。てか寝てる時に隣で読んでよっかな。読んじゃうけど、普通に、へえ、こういうの趣味なんだっつって。やだ。それはやめて。え、やだ。読み聞かせないよ。読み聞かせやめてで、ね、読み聞かせないわ。いやいや、口に出してないから。やめて。なんで声に出てんの。集中しすぎでしょ、読むのに。いつの間にか集中しすぎてて、無意識に声から出ちゃってるやつじゃん。やだわ。子供の頃のお母さんの寝かしつけの本が。やだわ、そんなの。絵本みたいに読むのかと思った。ないよバカ。ないです、そんなの。しないです、声には出さないです。性癖歪みそう。いや、しないよそんなのさ。あー面白い。でもね、自分の息子はね、もし息子ができたらマジでマザコンにしたい。モテないよねマザコンって。いや、わかってる、わかってる、マザコンがモテないことは一番わかってる、わかってるけど、マザコンにしたい。可愛くね、ママーって言ってんの。いやー、それがいいのにな。ねえ、